えばこういうの、これは書家さんとか、はいはい、本当にデザイナーさんとかイラストレーターさんとか、はい、水墨画作家さんとか、いろんなジャンルの方たちがおられまして、はい、まあそういう方たちと、まあいろんなセンスをちょっとコラボで作っていこうという、話になりまして、はい、まあこうやってセンスが作り上がったところですね。本当に多様な柄がたくさんで、見てるだけでも楽しい。それぞれのね、アーティストさんの個性っていうのがすごい出てて、僕も作ってて面白いなと思ってるんですけど、本当にいろんな特徴があって、これとかも全部手書きで、はい、書かれてるセンスなんですけど、本当にこう線が細かくて。はい、わー、本当に細かいですね。これ書くのにどれぐらいの時間かけはったんかなと思ってるんですけど。本当に一点物って感じがしますね。そうですね。まあ、この辺あたりは全部その、一点物、直接手書きで書かれてる、はい、もう一本だけのセンスですね。で、はい、このあたりは、まあ、例えばデータで作っていただいたものを、うん、例えばこれはタコとイカの柄になるんですけど、はい、ちょっとこういうラメとかも入ったりとかしてて、はい、光の当たり方で、そうですね。色が変わりますね。これはシャガタ刷りって言いまして、はい、まあ、型を使って刷ってるっていう、方法で絵を作ったんですけど、はい、まあ、いわゆる、まあ、T シャツとかでいうシルクスクリーンと一緒のやり方ですね。はい。とか、まあ、この辺は、まあ、いわゆるちょっと量産タイプになりまして、はい、まあ、ちょっと お気軽に買っていただき、好きなアーティストの絵を、まあ、ね、もっと身近に持っていただきたいっていうので、はい、量産タイプというのも作ってます。こちら、いつ頃から販売されるんでしょうか？大体、まあ、5月末からちょっと6月ぐらいを目処、今、目標に、進めてまして、今、ちょうどそれ専用の、はい、コラボサイトみたいなのもちょっと作ってもらってますので、はい、まあ、そちらとか、あとは私のこの店舗で、販売できるようにしていけたらいいなというふうに思ってます。あ、ではもう、大西京泉堂さんのホームページだとか、ツイッターとかで、そうですね、追えば情報は、はい、また、SNS 等でも更新して、はい、紹介していこうと思ってますので、ぜひご覧いただけたらというはい、ありがとうございます。はい、本日は大西京泉堂の大西翔太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。